井選手は先月24日男子ゴルフの欧州ツアーフランスオープンで初優勝。日本勢のツアー制覇は青木功、松山英樹選手に次いで3人目の快挙です。3歳で競技を始め、小学生の頃から松王町にある練習場に通った久常選手、地元で喜びの報告ができたと胸をなで下ろします。落書きさせてもらいました。半分家みたいな感じというか、帰る場所というか、ここでこうゴルフを、まあ、教えてもらって育った場所なので、まあ、本当優勝できたんだなってそこで実感が湧いたところもあります。